にちは、武将家です。皆さん大好き、ガチャ動画です。はい、もしかしたら皆さん、あれこんな時期に生き物大図鑑、昆虫のガチャガチャなんて出てたっけと思うかもしれませんが、今回は昆虫ではありません。生き物大図鑑、ミニコレクション、甲殻類でございます。武将家がいつも YouTube で紹介しているのは、バンダイさんの生き物大図鑑シリーズの、その中でも昆虫が特に多いんですけども、たまにサソリとか、カニとか、そんなのも紹介させてもらってました。で、今回は、その中でもカニだけじゃなくて甲殻類つって一応なんかエビとかも入ってるみたいな感じのシリーズのガチャガチャだそうです。というわけで探しに行って見つけました。こちらバンダイ生き物大図鑑ミニコレクション甲殻類01。おい、隣のガチャガチャ気になるな。エゾモモンガキ、なんじゃそれ。というわけで1回500円、7種類なんで4000円分100円を両替してきまして、ガチャガチャと。で、これね、今回クリアカプセルなんで、もう出た時点で中身が分かりました。しかし、全7種類を揃うまで回すと結構やばいぞと思ったんで、とりあえず4000円分で全8回ガチャガチャしたんですけども、めちゃくちゃいい結果になりました。というわけで、開封していこう。というわけで、これが全8個なんですけれども、ちょっとね、大体俺が覚えてる感じの順番で出していくと、まあ、1回目こんな感じで出まして、ああ、赤手紙っぽいやつかな、とか思いながら。で、次、ああ、これカプセルの大きさ違うし、なんか詰まってるわ。これもまた違うな。3つ目。おい、これ中に黒っぽいやん。これもちゃうわ。4つ目。あれ、これ、なんかカニというよりエビっぽい形してるし、大きいカプセルやな。あれ、これ、あ、これも赤手紙やけど、グレーっぽいな。これも違うわ。で、あ、これハサミ大きいから塩招きやな。というわけで、なんと、最初の6回で6種類揃ったんですよ。全7種類。これはもう全種コンプいけんじゃねと思いながら次回して出てきたのが、赤手紙。まあ、被るよね。そして続いて、回したのが、はい。赤手ガニ。はい、これはまずい。こういう連続は本当にまずいね。赤手ガニ、赤手ガニは次も赤手ガニの可能性。というわけで、こっから全種揃えようと思ったら、さすがにまずいなと思ったので、今回は一旦用意してた8回を回して終わりました。まあ、6種類だったらいいでしょう。勘弁してくれ。というわけで、順番に開けていきましょうぜ。というわけで、一つ目、セロハンハーガーシャ、オープンザガチャポン。ほほう。カニやん。というわけで、まずは説明書見ていきましょう。生き物大図鑑ミニコレクション、甲殻類01。ラインナップはこちら。1番、塩招き。2番、紅塩招き。3番、ルリマダラ塩招き。塩招きばっかりやないか。4番、赤手ガニ。5番、赤手ガニ。6番、アサヒガニ。7番、ウチワエビ。の、全7種類でございます。というわけで、こいつは言わずもがな、赤手ガニですね。組み立て箇所はなさそうだし、動くのもまあ一部かなという感じでございます。というわけで、一つ目は、4番の赤手ガニ。この赤手ガニはね、武将家が過去に紹介したガチャガチャにも登場してますね。まあ、今回はミニコレクションなんで、それに比べると確かにサイズはちっちゃいですし、可動域も少ないですね。今回動くのはおそらくこのハサミだけかなという感じでございます。ハサミも今回は開かずに固定ですね。まあ、個人的にはね、全部の関節が動かなくても、よりリアルなポージングをできれば、別に関節は動かなくてもいいかなというのが個人的な思いでございますので、今回結構リアルなポージングをしてるので、武将家は満足でございます。武将家はあんまり蚊に詳しくないんですけれども、水辺のある森とかを歩いてると、蚊はよく出てくるので、見たり捕まえたりするのは非常に好きでございます。基本的に蚊っていうのはエラ呼吸で、水の中にいないと呼吸ができません。でも、この赤手蚊は、なぜ陸上で呼吸ができるのか。こいつはね、体の中に水を溜め込んで、このエラがあるところまで常にこう水を自分の体の中で循環させるんですね。そしてその自分の体から出した水でエラ呼吸をして、その水をさらにもう一回自分の体の中に入れるという、この自分の体の中で水循環システムを持っているわけです。そのため水の中にいなくても陸上で呼吸ができるというカニでございます。しかもなんならむしろ水に長時間使っていると溺れて死んでしまうことがあるそうです。そりゃこんなにっこり笑顔にもなるわけですね。というわけでね、虫岡もよく今年はカニ飼育したいとか言いながら、なかなかカニの飼育ができてないんですけども、この赤手ガニは比較的飼育も簡単なので、ちょっと出会ったらね、飼育したいなとは思ってるんですけども、でも今年はこの赤手ガニに限らずとも何かカニを飼育したいなとは思っています。というわけで、一つ目は4番の赤手ガニ。いや、いいですね。どんどん開けていきましょう。というわけで、二つ目、セロハガ。オープンザガシャポン。でっかいハサミやで。というわけで、細い目やで。というわけで、二つ目はこちら。2番の、紅潮招きでございます。よくこの片方のハサミが大きいカニ、テレビとかで見たりしますよね。これは潮招きの仲間でございますね。はい、こちら、紅潮招きは、砂ガニ科の仲間でして、日本だと、屋久島以南とか、小笠原諸島に住んでいるみたいです。屋久島以南なんで、武将家が行った奄美とか沖縄とか石垣島にも生息しているみたいですね。生息環境としては、マングローブの根元とかの陸に近いところに生息しているみたいです。はい、さっきも言ったみたいに、この
塩招きの特徴は片方だけ大きいこのハサミなんですけれども、これ実は片方だけ大きくなるのはオスのみでございまして、しかも左右のどちらかが大きくなるらしいんです。これね、虫よか右手だけが大きくなるもんやと思ってたんですけども、左右どちらかが大きくなるんですって。で、この体の模様っていうのは色々とバリエーションがあるみたいなんですけれども、オスのハサミは必ずこうやって真っ赤っかになるのが特徴だそうです。というわけで2つ目は2番のベニシオマネキ。はい、じゃあ3つ目何が出てくるか。セロハン剥がし。オープンでガシャッパン。おわ、綺麗、なんじゃこいつ。3つ目は3番のルリマダラシオマネキでございます。いや、すごいね、この色。うわー、ブルーだね。というわけでフィギュアとしては先ほどのベニシオマネキと同じ形かなとは思いますけれども、こちらのルリマダラシオマネキは日本だと南西諸島の方に生息してるみたいです。奄美より南側ですね。ベニシオマネキと一緒でオスはどちらかのハサミが大きいようなシオマネキの仲間なんですけれども、ベニシオマネキとは違って少し石がゴロゴロしているような干潟に生息しているみたいです。で、このシオマネキの大きいハサミ、喧嘩したりするのに使ったりするらしいんですけれども、メスにアピールする時もこのハサミを振って求愛行動をしたりするみたいです。で、じゃあこっちのちっちゃいハサミなんやねんと思うかもしれないじゃないですか。俺さっき YouTube 見て調べたんですけども、オスは食事をするときはこっちのちっちゃいハサミを使うみたいです。多分このでかくなった手ではちっちゃい餌とかつまめないんでしょうね。だ、要はこのちっちゃい方は人間でいうお箸です。こっちが人を殴る側の手ですね。食と暴力に特化したカニです。というわけで3つ目は3番のルリマダラシオマネキ。カニ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 、いいじゃん。陽気なセロハン剥がし。オープンザガシャポン。こいつはなんだ、これも赤手ガニか。というわけで4つ目は5番の赤手ガニ、赤色でございます。はい、そうですね、最初に出た赤手ガニの色違いでございます。4番と5番並べてみましたけれども、こちらどちらも赤手ガニでございます。ネットとかを調べてもらうと、この2つの間っぽいやつとか、もっとこれの色が濃くなったようなやつ、無色が以前ガチャガチャ紹介した時みたいなやつですね、ああいうやつらもいて、結構この赤手ガニは甲羅の色にバリエーションがあるみたいですね。いやー、探しに行ってみたいな、赤手ガニ。というわけで5番の赤手ガニ、赤色。さあ、今回のガチャガチャのタイトルがカニではなくて甲殻類なのが、なんか今回エビが入っているっぽいので、多分どっちかからはエビが出てきます。俺の子供の頃の大好物はエビフライです。というわけで、ちょっとこの大きい方のエビっぽいやつから開けていこう。セロハン剥がし。たまには大きいエビフライが食べたい。オープンザガシャポン。これはカニじゃね。というわけで、何これ。6番のアサヒガニです。いや、こいつ初めて見たな。水族館にもこんなやつおったか。というわけで、せっかくエビフライの話してたのに出てきたのはカニでした。というわけで、こちらアサヒガニと言いまして、本当にエビとカニの間のような形をしている、一応アサヒガニというカニの仲間だそうです。こちら最大で15センチほどになるみたいです。ですので、エビフライにしたら最高のサイズですね。で、日本でも沖縄とか四国九州、そして相模湾とか駿河湾でも漁獲されるみたいで、伊勢エビのようにとっても高価だそうです。食べたらめっちゃうまいらしい。マジかよ、エビフライ。はい、皆さんこの格好見て、なんか他の生き物を思い浮かべないですか。そう、めっちゃカエルっぽくない。そうなんです、本当にこの子見た目通り、英語ではフロッグクラブ、カエルガニと呼ばれます。食用として市場とかでも売ってるみたいなんですけれども、基本的にはオーストラリアから輸入されたものが多いみたいですね。いやー、こいつ見てみたいし食べてみたいな。というわけで5つ目は6番のアサヒガニ。というわけで、さっきあんなにエビエビ言ったのに、これ最後の1個なんです。これからエビ出なかったらもう今回はカニしか出ません。というわけで、最後エビ出てくれ。オープンザガシャ。あ、硬い、これはエビや。ポン。あ、エビフライっぽい。しかもこれ今回初の2パーツじゃないですか。前と後ろガッシャンコ完成。なんじゃこれ。というわけで、最後は7番のうちわエビでございます。俺の思ってたエビと違った。はい、こちら名前の通り平べったくて、うちわみたいやから名付けられたエビだそうです。これ最初パッと見でセミエビっぽいなと思ったんですけども、どうやら同じセミエビ科の仲間だそうです。水深100メートルぐらいに生息しているみたいで、日本でも取れるらしい。しかもめちゃくちゃうまいらしい。いやー、俺車エビのエビフライで満足してきた人生やから、俺あんまり伊勢エビとかセミエビとかこんなん食べたことないねんな。体長は最大15センチほどになるそうです。めちゃくちゃ美味しいらしいけど、特に珍しい種類でもないらしいので、市場とかに探しに行ったら生きてるまま売り出されていることもあるみたいです。ちょっとこういうのを見に市場に行くのも楽しそうやな。ちなみに女子が嫌いな裏側はこんな感じ。エイリアンやんけ。というわけで6個目は7番のうちわエビ。というわけで、バンダイ生き物大図鑑ミニコレクション甲殻類01、7種類中6種類揃いました。
ちょっとコンプリートできなかったのは残念ですけれども。いやでもね、これは非常にいいよ。いや、これ見てる人はね、虫やないやないかいと思うかもしれませんが、海行った時、虫好きな人が探してしまうもんって、カニよな。虫好きやけどカニ嫌いっていう人俺あんまおらんと思うのよね。海の昆虫って言ったらやっぱりカニでしょう。昆虫採集と同じぐらいこのカニ採集っていうのは俺楽しめるもんやと思っております。今年はカニ買いたい！何回言ってるか知らんけど。というわけで今回はバンダイ生き物大図鑑から甲殻類01をお届けしました。来週にはカブトムシの新シリーズが出たり、今オンライン版ではスズメバチの新シリーズの受付なんかも行っております。これから夏に向けてどんどん新しい昆虫シリーズとか出てくるんじゃないでしょうか。噂ではもうすぐ水生昆虫が出るなんて言われております。またそういうのも出たらどんどんレビューしていきたいなと思います。ありがとうございました。虫岡でした。